セミファイナルサードステージ11レースの準決勝戦。ここまで優勝戦の枠8つの椅子のうち半数が埋まりました。青山周平登場の一戦です。1番から佐藤孝也、荒尾聡、篠原敦、青山周平、永井大輔、佐々木圭、小林瑞希、高橋義弘、以上のメンバーによる11レースの準決勝戦です。前期ナンバーワン青山周平、もちろんここ人気の中心、圧倒的な1番人気。さあその青山を任す選手は現れるんでしょうか。スタートまで10秒前です。4100メートル8周の戦い、5秒を切ります。3秒前、11レース準決勝スタートしました。青山がいきなりスタートで決着をつける。一気に4コースから飛び出していきました。さあついていくのは誰か。佐藤孝也、荒尾聡が続いている。外から篠原が荒尾と同体の状況で、3コーナーでは荒尾が篠原を突っ張るような体勢、後ろからは佐々木圭、さらには小林瑞希が4番手に上がっています。競争は2周目に入りました。青山周平独壇場の競争になるんでしょうか。早くもリードを開いていきました。青山周平先頭だ。2番だ。佐藤孝也の内側切り込んでくる。荒尾聡が斜めになって飛び込んでまいりました。荒尾が2番手に上がっています。佐藤孝也3番手。残りは6周回です。2番手争いは序盤戦で決着をつけたんでしょうか。やや滑った荒尾、3番手1番の佐藤孝也が体勢変わらず、4番手小林瑞希であります。中段5番手には篠原敦、その後ろは6番の佐々木圭、長井は後方7番手、最後方高橋という体勢になっています。残りは5周回、2番手争いは荒尾がリードを作りました。1番の佐藤孝也は少々差が開いてしまいました。4番手には小林瑞希、順位は変わらず、先頭は4番青山周平であります。独壇場の競争、一人旅のレースになりました。さあもう一度荒尾に接近する余力があるか。佐藤孝也現在3番手、2番手は荒尾がキープしています。まだまだワンチャンスあるか。1番の佐藤孝也、2番手は2番の荒尾がキープしています。さあ佐藤孝也が内側狙っているのか。ここ荒尾は抑え込んでいます。懸命に2番手を死守しながら荒尾聡であります。残りは2周半、インコースを締めている、インコースを締めている。まだまだ1番の佐藤にもチャンスがあるのか。荒尾は2番手をキープしています。さあここは内側入ってくるか。入れません、入れませんでした。バイクを立てながら荒尾が2番手、優勝宣言内を確保しております。外から佐藤孝也、残りは1周半、2番手は荒尾、相当からさあ決死の覚悟でまくっていく佐藤孝也、このまくりが届くのか。さあ残り1周、終盤戦に入っています。2番手荒尾がキープしています。1番の佐藤、3番手小林は届くさもない。さあ内側から突っ込めない。2番手は荒尾がキープしています。佐藤3番手、小林4番手、勝ったのは青山ゴール。2番手は荒尾聡。さすがの勝負強さ、青山周平トップスタートからぶっちぎり。2番手争いは最後まで手に汗握る攻防になりました。佐藤孝也が再三最終打ちを狙っていましたが、最後まで突き入る隙を与えませんでした。荒尾が2番手ゴール。終わってみれば3連単1番人気、何もなければ青山周平荒尾聡の勝ち上がりかと思われます。11レースの準決勝戦ご覧いただきました。激しい8周回になりました。ハルさん、スタートから行ってね。あ、おやさん。早すぎて。もう2、3着がね、面白すぎて。自分もやるやつがやったと思って。ありがとうございました。すみません。はい、おめでとうございます。おめでとう。池田さんどこ？6杯行けよ。池田さん、池田さん、おめでとうございます。
死の11グループだからもうはぁーって思ったけど、もう良かったです。頭だけ見上げてください。では公開インタビューお聞きください。それでは改めてお二人優出おめでとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。それではまず一着だった青山周平選手からお話聞いていきたいと思います。今のお気持ちお聞かせください。もうめちゃくちゃ嬉しいです。今日に向けてはセッティングを扱ったというコメントが出ていましたけれども、どのような形で行かれたんでしょうか。そうですね、昨日からは何もせずに雨も、自分なりには乗れたんで、そのまま行きました。思想が 3.27 で今節一番の思想と なったと思うんですが、お気持ちの方いかがですか。もう感触も良かったですし、エンジン状態はいいんだなと思って、あとはスタートに集中しようという気持ちで、スタート待ってました。そのスタートなんですけれども、素晴らしいスタート切れたように見えましたが、いかがでしたでしょうか。もう自分の中では目いっぱい切って、ああいう形でスタート切れたんで、本当に良かったです。そのまま先頭に立って逃げ切る形となったんですけれども、逃げている時のエンジン状態というのはいかがだったんですか。そうですね、思想と変わらず、進んでくれる感じがして良かったです。その明日に向けての課題的なところというのは何かありますでしょうか。まあ、時間帯が変わってしまうのと、あと少し、タイヤからなのか分からないんですけど、少しゴツゴツするんで、その辺を改善できれば、もうこれ以上ないと思います。じゃあちょっとタイヤ交換なども考えながらという感じかなと思うんですけど、タイヤなどはありますかね。そうですね、今節使った中で考えたいと思います。それでは青山選手は少々お待ちいただきまして、続いて2着だった荒尾聡選手にお話を伺います。2着優勝おめでとうございます。ありがとうございます。さあ、たくさんのお客様いらっしゃいまして、タオルを掲げてくれている方もいらっしゃいますけれども、今のお気持ちをお聞かせください。はい、疲れました。今節、昨日から今日にかけてですね、3日目にベースにヘッド周りを調整したということだったんですけれども、今日走ってみていかがでしたか。エンジンは今日が一番良かったと思います。はい、そして思想が 3.31 だったんですけれども、手応えはありましたか。思想の方が感じ良かったんですけど、ちょっと本走フロントがずっと滑ってペース上げられなかったんで、まあ、そこがもうちょっと改善できたらなと思います。じゃあ明日はちょっと足回りだったりっていうのは手に手を入れる感じですかね。そうですね、はい、ちょっとフォーク回り やると思います。はい、そしてレースなんですけれども、スタートいかがでしたでしょうか。まあ、ちょっとタイミングも遅れたんですけど、なんかうまい具合に潜り込めたかなと思います。その後3番手につけて佐藤孝也選手をさばいて2番手になりましたけれども、あの辺はいかがだったんですか。まあ、孝也君に締められるとちょっときついなと思ったんで、もうワンチャンスあれば必ず行こうと思って、はい、うまい具合に行けたと思います。その後2番手走っている状態で、後ろからね、孝也選手が果敢に攻めていらっしゃいましたけれども、あの抑える技術素晴らしいなと思いました。まあ、それしか僕じゃないんで
どんなお気持ちであそこは走ってらっしゃったんですか。はい、もういい加減諦めてくれと思ってました。そのまま2番手死守してゴールとなりましたけれども、ゴールした瞬間はどんなお気持ちだったんですか。いや、もうとにかく疲れたのとほっとしたので、はい、よかったです。はい、明日はタイヤなどは何か候補ありますか。タイヤはもう1本評判のがあるので、それ当てていくと思います。はい、それでは明日も期待したいと思います。それでは荒尾選手からファンの皆様に一言お願いいたします。はい、明日もしぶといレース見せれるように頑張ります。よろしくお願いします。続いて青山選手お願いします。はい、明日も、全力で最後まで頑張ります。お待ちください。見事第11レースから優勝しましたお二人でした。皆様大きな拍手でお送りください。おめでとうございました。1着4番2着2番3着1番以上でございました。